さーて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが、致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えて。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時からは、近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか、新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ腹から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけ。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学、それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ同行を。らしいて。あんたも知らなかったちゅうわけか。ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。ごめんなさいね、皆さん、秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかった。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤に繋がっとるっちゅうんは。それが、と坂本龍馬。はあ、またその。ああ、でも、もっと大きな情報も。何や。近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合。伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。長州と薩摩の代表、なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで幕府を倒。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツをたた。日本中を巻き込んだ一大戦争。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくて。なんや、カツラと最後。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに漁夫の利っちゅうやつか。しかし
薩摩と長州もバカじゃない。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と、それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならない。お平助、それでその坂本龍馬は今さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれない。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか。それで会合の場にもう薩長との会合を餌にしておびき出す。はあ、やつはおやっさんを殺し、その刺客を請け負った芹沢鴨をも殺し、今度はこっちから仕掛ければな。だがどうやって三者会談を実現する？俺がやる。君が？どうやって？西郷と桂には面識がある。直接言ってた。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難か。どういうことだ？今伊藤さんの御両英治たちが町中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が悪すぎ。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが悪。それ言うたらこの場に平助以外はな。だが大政府今じゃ帝から。くそ、だが今動かねえと。どうにか御両英治の目を盗んで。だが一体どう。そいつは俺らに任せてくれ。中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせて。役者は全員揃っているようだな。落とせにお龍馬でどういう。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿やどす。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅんか？お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったらいっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや、坂本様。この落とせ、資材のすべてを失うても構いません。せやから、この今日の町をお救いください。落とせ、
三風呂が京にやってきてから1年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな京を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しゅうありまへん。どうかこの京のため、京に生きる人間のため、決着をつけてください。顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。お涼。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかいうちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。よし、それじゃあ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう。西郷は俺が引き受ける。あんたが。今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で。とっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。うん、な、なんよ。フォトグラフってやつだが、どうだ龍馬、この顔懐かしいだろ。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手。土佐で切腹したと言われていたが。その人です。ん、その人が。なんやて。せや、はじめちゃん、お前このた岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だが俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は、これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思う。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。一つだけある。生松という女に近づけば桂に近づけるはずだ。桂が秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女。それじゃあ桂の方は俺が行きますよ。平助、
俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフ。せやけどお前には伊藤に。せや、それにお前がカツラに会いに行く理由を伊藤らにどない説明する。さあ飲みに行くふりしてしれっと行ってきますよ。東堂、お前は今危ねえ橋を渡ってる。分かってます。よし、では我々は。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。掃除もしなきゃな。いったった。はじめさん、はじめさん、そろそろお出かけ。戻ったか、龍馬。ああ、俺が予想した通りだったぜ。例の、あとは桂がこの話に乗ってくれるかどうかにか。確か桂については
怪しいな。その店行くぞ、龍馬。わかった。なんだ。東堂。この件、桂さん来ると、生松さんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより、早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って、土方だ。急いで。武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺、近藤さんに合わせる顔が。東堂。武田さんは生松さんの店にいます。早く。わかった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ、東堂。お龍、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。わかった。誰が来るかと思うとる。お前とはな、てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船に。この前とわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中面倒見てもらえる。だけだ。それとも平助みたいにここでわしにも。
やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するが平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでもね。そうか、残念や。こないなど、あの井上源三郎を殺した銃や坂本龍馬って男にもろたな。何だと。自動装填式大口径弾、最新の軍拡兵器の前じゃ剣術、それを証明した。そうか、ならその銃も。一瞬や。いつでもいいぜ。来い、死んだらぜ。くっ、お前ら何してるんだ。起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと。どういうことなんだ。それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう
後戻りはできひんで、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を切る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。はじめさん、ちょっと聞いて。どうした？明日の夜やけど、先にうちが女中として大宮に潜り込んどきます。何？中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。うち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫な？大丈夫やって。すまないお寮、まだ明日の夜まで時間があるようやし。斉藤藩、斉藤藩はいますか？行く松か、どうした？桂藩から伝言を預かってたのでお伝えに来たんどす。大宮での会合。そうか。藤堂藩のことは残念どした。斉藤藩もどう？行く松。おう、西郷さんも来てたんですか。罠かもしれないのに、さすが怖いもの知らずですね。二人の坂本龍馬、おもろそうな話やないか。そういうお前も興味あるんとちゃうか。ええ、興味津々って感じで。って、飲んで大丈夫なんですか？何が起きるか分かりませんよ。ならなおのこと飲まんとな。お前も飲め。せっかくだけど遠慮しておきます。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。一晩中解放していたもんだから体調が悪くて。集まってるな。どうも。どうなんや、坂本龍馬来るんか？さあな。だが来るとすればそろそろなはずなんだが。あの部屋か。連中がいる場所は。ああ、なんや、雨か。
物音がごまかせる好都合だ。合図だ。行くぞ。行くで。打ち入れか！入り打ちだ！業者おるな！暴れがいがあるってもんやで！余計なおしゃべりはええ！真面目にやれ！ここは私たちに任せて君も行け。坂本龍馬は上の階や。ああ、分かった。Ah!
っちか。逃がすな。打ち入れか。そこまで。